こんにちは、DJ カズサクマです。今回もですね、初心者 DJ 向けの動画を撮っていきたいと思います。で、以前にですね、こういったミキサーとターンテーブルもしくは CDJ をつなぐ基本的な接続の仕方をですね、解説する記事と動画を上げてみたのですが、今回はさらにこのミキサーとターンテーブルもしくは CDJ の間にこういったセラート関連のインターフェースをかましての接続の仕方を解説していこうと思います。なのでぜひですね、この接続がわからないやという方ですとか、ちょっと自信がないんだよねという方は参考にしていただければと思います。はい、でそもそも何のためにこういったインターフェースを使うのかという根本的な話なのですが、それには理由が2つあって、1つ目はですね、セラート関連のソフトウェアを使って DJ をするという場合で、2つ目はそういった環境で DJ をする場合に、このミキサーがセラートに対応していないタイプのミキサーだった場合に、こういったインターフェースを間にかましてですね、接続して使う必要があるということですね。はい、ここまででちょっと意味がわからないという方ももしかしたらいるかと思いますので、もう少しだけ噛み砕いて説明するとですね、まず一つ目は大前提として、セラートと名の付くソフトウェアを使って DJ をする目的がある場合ということですね。で、各ソフトウェアの種類とバージョンによって、この対応しているインターフェースそのものもちょっと変わってはくるのですが、まあ、ざっくり言うとこういった見た目のソフトウェアを使って DJ をする場合ということですね。はい、それから2つ目ですね。これはミキサーの種類によってはこういったインターフェースの役割とか機能がもともと内蔵されているタイプのミキサーというのがあって、そういったミキサーを使う場合においてはですね、このインターフェースは必要ないのですが、残念ながらそういった機能とか役割が備わっていないタイプのミキサー、こういったミキサーを使う場合においてはですね、ミキサーとパソコンの間にこのインターフェースを接続して使う必要があるということなので、早速その接続の仕方を見ていきましょう。はい、前置きが少し長くなりましたが、ここからはセラート関連のインターフェース全般に共通する基本的な接続の仕方について見ていきましょう。用意するものは3種類ですね。まずこのセラートインターフェース、それから RCA と呼ばれるこういった短めのケーブルを2本、それからこういった USB ケーブルを1本以上の3種類です。はい、ではまずは左側のターンテーブルから出ているこの赤白の RCA ケーブル、これをインターフェースのインプット1番、左側の方ですね、左のターンテーブルか CDJ は左のチャンネルですね、1番の方へこのように接続します。こういった感じですね。はい、では同じように今度は右側のターンテーブルから出ているこの RCA ケーブルをインターフェースの2番、右側のチャンネルですね、に接続します。このような形ですね。はい、このように左右のターンテーブルもしくは CDJ からの RCA ケーブルをそれぞれインプットの1番、2番に接続したらですね、次に下のアウトプットと書かれた方からの接続をしていきます。このアウトプットと書かれた方にはそれぞれスルー、それからラインと書かれた別々の出力端子がありますが、スルーと書かれた方はアナログ版のレコードを再生する場合に使う方ですので、ここではラインと書かれた方へそれぞれ接続します。はい、ケーブルをインターフェースのアウトプットのラインと書かれた方にそれぞれ接続できたら、
次にそれぞれのケーブルをミキサーのインプットに接続します。左のチャンネルはミキサーの左のインプット、そしてラインの方へ切り替えます。そして右側のチャンネルも同じようにミキサーのラインインへ接続します。はい、このようにインターフェースのそれぞれのラインアウトをミキサーの左右のラインインにそれぞれ接続したら、次に USB ケーブルの四角い方の端子をインターフェースの USB と書かれたところへ差し込みます。そして最後に USB ケーブルの平らな方の端子をパソコンの USB ポートへ接続します。セラートインターフェースの接続方法については以上になります。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは主に Ableton Live という DAW ソフトを使った DTM のやり方ですとか、セラート DJ というソフトウェアを使った DJ のやり方、そういったクラブミュージックを中心とした音楽系コンテンツですとか、アーティストさんを交えた対談、そういったコンテンツを中心に発信しております。 DTM や DJ をこれからやりたいという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。また DTM 初心者さん向けの動画教材 Ableton Live の始め方を販売しておりますとか、 DTM と DJ それぞれの、オンラインでのマンツーマンのサポートレッスンも行っておりますので、興味のある方はですね、下の説明欄のリンクから詳細ページへ飛ぶことができますので、ぜひぜひご覧ください。無料の体験レッスンも随時受け付けておりますので、質問などございます方は、詳細ページ内のお問い合わせフォーム、もしくは LINE 公式アカウント、いずれかでですね、お気軽にご連絡いただければと思います。それでは皆様のご連絡お待ちしております。